はい、こんばんは。そうですね、もう台風も行ってなんか低気圧になって、でも今日も外は雨ですね。さっき外出たらもうなんかすごい涼しかったですね、外出たらね。なんかまあ雲がちょっと多かったけど、なんかそれでもうスズムシがね鳴いてんですよね。もうスズムシがね、なんかね外で鳴いてんだけどね、うちの中で鳴いてるみたいにすごいよく聞く、うるさいくらいねえ、ありがたいですね。ねえ、まあ、ああいう虫の音なんてねえ、虫の音をだからその要するに日本人以外のね、ああいう民族って虫の音聞いてもただの騒音にしか聞こえないって言うんだけどね、日本人って何でしょうかね、非常にセンチメンタルっていうかね、人情の機微ですね、やっぱりそういうのに長けてるんだよね日本人って。だから俳句なんかできるんですよね。俳句ってね、季節の、まあだから私も今田舎にいるんだけど、田舎って本当にね季節を感じられるんですよ。まあね、田舎ってまあ一般的にはバカにされて、バカにされてんだけどだからよく田舎の人に言うんだけどね、田舎って言っちゃ悪いですかって私はだからいい意味で田舎っていう言葉を使ってんだけどね、田舎の人はやっぱり都会に憧れてる人結構いるね、若い人とかね。あと田舎って言うとさ、やっぱり言われたくないんじゃないかなと思ってねえ、そういう冗談で人の悪いことをやってます。今日はですね、まあ今日も雨でね、なんかねこういう雨の、田舎の雨のなんかもう何とも言えない情緒ありますね。ね、でも秋が近くてスズムシがないって、まあそういうところで今日は、この間書いたですね、麦と兵隊、まあ庄司太郎さんですね。まあ庄司太郎さん好きって、好きかどうかわかんないんだけどまあこのね作詞、藤田雅人、作曲大村能生ね、歌唱庄司太郎ですね。昭和13年ポリドールレコードです。まあそういうことですね。まあいきます。助手と人馬は進む、助手いよいかすみよいか、洒落た文句に振り返りゃ、おくになまりのけさぶし、ひげが微笑む麦畑。麦を背にして道なき道を行けば、千夜は夜の雨、すまぬすまぬを背中に聞けば、バカを言うなどまた進む兵の歩みの頼もしさ。腕をたたいて遥かな空を仰ぐ瞳に雲が飛ぶ、高
く祖国を離れきて、しみじみ知った祖国愛、友よ来てみよ、あの雲。行けど進めど麦また麦の波の深さよ、世の寒さ声を殺して黙々と影を落として粛々と平和助手へ前線